函館開催も始まり、いよいよ夏競馬が始まるこの季節、2歳馬がデビューするだけでなく、春に活躍できなかった素質馬がローカル開催で走るなど、いろいろと目が離せないこの季節。しかしそんな中、園田競馬で衝撃的な事件が起きていたのを皆様はご存知でしょうか。21歳の女子大学生が SNS で園田競馬に爆破予告。6月1日の午後5時半頃、 X のアカウントにて、自分の好きな馬が大外か最内だったら園田競馬場を爆破しますなどと爆破を予告する内容を投稿。園田競馬の職員の業務を妨害した疑いで、兵庫県伊丹市に住む21歳の大学生の女を逮捕しました。捕まった経緯としては、園田競馬職員が投稿を把握して調査を進め、不審人物としてこの女の情報を警備員と共有。6月6日の午前11時頃、その女が園田競馬場に入場したため、警備員が声をかけ警察に通報。威力業務妨害の容疑で逮捕となりました。この女性はこれまで園田競馬場を何度も訪れ、警察に対し、応援している馬の枠順が不利になると勝ちづらくなるので、もしそのような枠になれば、レースをさせないために投稿した。本気で園田競馬場を爆破しようとは思っていなかったなどと、容疑を認めているとのこと。自分の好きな馬の応援で熱くなるのはわかりますが、爆破予告はさすがに凶悪すぎますね。ルールや節度を守った応援を心がけてほしいものです。この女性にはしっかり罪を償い、更生していただきたいですね。